どうも、私は HLNA フラクタルパーソナリティを備えた AI であなたのガイドです。どんとお任せください。初ガイドですけど、どうやら無事に着いたみたいですね。ジェネシスシミュレーションへようこそ。あなたには5つのバイオームでテストを受けてもらいます。危険ですが報酬もありますよ。私は常にそばにいますから、いつでも話しかけてくださいね。別のバイオームに行きたいとか、報酬を交換したいという場合にはお役に立てると思います。テストはミッション形式です。あなたは自分が究極のサバイバーだと証明しなければなりません。さて、まずは付近を調べてみましょう。準備はいいですか？はい、というわけでございましたね。皆さんお久しぶりでございます。アークの世界に帰ってまいりました。ということでね、今回からねこちらでございます、ジェネシスパート1でございますね。いや、なんか今ね冒頭でね、なんか私は何やらかやなんか付き人みたいのがいるんだよね。やばで、マップセレクトで今ねイージーの沼地っていうところに来ています。ということで早速やっていきましょう。さてさて、ちょっと待て、あ、もうカルノとかいるんですけど、暗いかな。いや、ちょっととりあえずこのまま行くか。ですね、待ってください。なんかいろいろとさ、なんか情報が多すぎて、なんか私に話しかけてくるとか言ってたよね。長押しでオプションで、なんかテレポートがどうのこうのって言ってて、ちょっとまずこれ気になるか、これ見てみるか。テレポート、ですね、いてちょっと、おい、待て、それ聞いてない。これは死んだね。これは死んだわ。これはね、死んだでしょ。いや、わかんないよ。このね、鋼の肉体ならね、逃げ切れる可能性ゼロじゃない。誰かに擦りつけれたら逃げれるけどな。ラプトルがいます。さあ、やってまいりましたね。アークに帰ってきたって感じ。この感じ。お、巻いたか。いや、まだ来てるわ。やべ。ちょっと待って。開幕。死んだか、これ。死んだか。生きてるわ。巻いたか。なんか巻いた臭くない？巻いた。よし。なんかバグってる。沼地スタートがイージーっておかしくないか、これ。沼地ってだって、これ、ワニちゃんとかいるでしょ。ちょっと待って、もう死にそうなんだけど、やべ、カエルだ。ちょっと待ってさ、テレポートってやってみたいんだよね。テレポート、なんかさっきさ、この画面、もう体力がない。テレポートでしょ？火山、深海、月面、雪山、沼地、イージーだよね、ほらね。今ここにいるんですよね。雪山行ってみるか、とりあえず。で、場所もこんな風に選べるのね。じゃあ、まず南行くか。おー、やべ。なんか虫がめっちゃ来てる。やめろ。あ、すごい。ほら。なんかドームみたいなのが出てきて。ちょ、待って。HP が持たない。おい、やめろ、お前。早く。テレポート早くしたい。逃がしてくれ、こっから。めちゃくちゃ。あい。お、そろそろ閉じるか。来ますね。あ、来た。え？大丈夫これ、画面。なんか、フリーズしてる感じ？あ、来たわ。到着です。目的地に到着。おお。え、めっちゃ便利じゃん。ちょ、マップ見てみよう、マップ。わかんないね。全然わかんないね。とりあえずね、ちょっと体力ないから死んじゃうな。まあいいや。また、いい、気持ちいい。開始3分でもう死にました。ほら、こんな感じなんですよね。沼地、雪山、月面、深海、火山っていう風で、1、2、3、4、5個のバイオームがあるってことね。でね、どうやらね、このジェネシス1のね、このマップは、今までやってきたね、その、なんだろうな、アイランドとかね、いろんなところのような、なんか1枚の全部繋がってる世界じゃなくて、それぞれね、この5つのバイオームは繋がってなくて、今のテレポートで移動しなきゃいけないというみたいなんですよね。じゃあ、月面、ベリーハード、順番に行ってみるか。ここですね。ちなみに深海は、ここ。
火山ここ。ベリーハードはさすがにきついか。イージー、ノーマル来たから、じゃあ深海のハードってとこ行ってみましょうかね。はいよ。死んでる場合じゃないですよね。うわ、ダメ出し入ったんだけど。死んでる場合、はい、すいませんでした。え？何これ？めっちゃトロピカルな世界だ。あ、やばい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 。痛い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 。あー、落ちたー。ザブーン。わー。久しぶりの海だ。エクスティンクションでね、そうそうそう。海そういえばなかったもんね。うわー。あれ、ちょっと待って待って待って。何これ？トルネードみたいになってんだけど。渦潮。どうなるこれ。え？どうなってる？どうもなってない。どうなってないな。ん？大丈夫？出れる？これ。あれ？あれ？出れない。出れない出れない。え？下に行くしかないのか？どっち向かってる？これ。今入力下に入れてるんだけど。あ、やばい。あれ？でもさ、待ってください。酸素の減りがなんかめっちゃ遅くない？これ、もしかして酸素の減りが遅いのかな？ちょっとどうにもできないんだけど。このちょっとね、サポート、あ、なんか出れそう。あれ？出た？あ、出た出た。よしよしよし。うわー、水の中だ。めっちゃ下まで来ちゃった。あーはーはーはー。見たことある生き物もいれば、見たことない生き物もいますね。まあ、またいつかね、ここに来てね、じっくり見ていく感じです。うわ、すっごい穏やかな世界じゃん。あれ？ここハードなのかな？これ結構なんか、ねえ、自然豊かな感じ。あ、これ見えない壁か。ですね。あらー、育千代ちゃん。まあ、さすがにね、まだ何もテーマしないですよ。無責任なことはできない。あ、あ、あ、あれはメガロドンか？メガロドン臭いな。上上がるか。これちょっと待って。断崖絶壁じゃないか。よし。移動しよう、移動しよう。なんとなく雰囲気分かった。で、じゃあ、テレポートで、今度は、あれ？待って。え？何あれ？なんか目の前でかいやつ来たんだけど。あ、やばい。サメに食われる。なんかでかいカメみたいのがいる。ほら。サメ来てるわ、サメ来てるわ。ロックオンされてるわ。ちょっと待って、でもさ、いや、サメに食われてもいいから、このカメが気になる。あれ？これ何これ？あ、バシロだ。おー、バッシー、バッシー、バッシー。また、ツッキーやらね、タッキーやら会いたいですね。これ見てよ、これ。何これ。でっか。うわー、可愛い顔してるぜ。ちょっと顔怖いんだけど。目が、目が4つある。これ有効的なのかな？何もしてこないね。すっごー。めっちゃでかい。いや、いいね。海の世界、いいな。ちょ、待って。ちなみに、この、バシロ、レベルいくつだろう。でーれれーん。わかんないな。あ、見えた見えた見えた。一瞬見えた、今。あれ？いくつ？なんかレベル高くないか？ 145。え、何？ X って書いてあった。145？ テームしたい。でもな、ここでテームしても何もできないから、無責任なことはやめよう。よし。じゃあ、もう一度ですね、テレポートね。ほら、ハードって書いてあるけどな。沼地のがハードじゃんか。じゃあ、次は火山行ってみる？ベリーハード。テレポート、待機中です。到着です。目的地にドンピシャ。すごい。いやー、火山エリアだ。何？この週末世界観漂う。あ、はいはいはい。はいはい。いますいますいます。いろいろいますね。おー、一面一面。ん？レベルは？レベル20か。あ！あれ、アルゲンじゃないの？飛んでるの。あ、暑いのね、ここかなり。なんかアルゲンが上に飛んでるような感じ。あ、なんか、なんだあれ、変なやつ飛んでるね。まだ望遠鏡がないから見えないな。あら、そしてさ、前方になんか、紫色のなんか光ってるのがあるね。あーららら、こんにちは。ちょっと食われる前に、アルゲンだね、やっぱり。飛んでるわ。
食われる前に、何かに食われる前にある程度歩いて見て回りたい。うわー、過酷な世界ですね、ここ。ちょっと待って、今さ、温度いくつあるのこれ。42度か。これなんだ？何か大事な物質かもしれないね。はいはいはい。あそこになんかいたんだよね、今。見えないかな。これ下降りたら絶対死んじゃうよね。あ！アンキロいるね。よっしゃ。あ、バカ鳥だな。おー！何か人工的な、なんだ、どうした？誰かし、大丈夫か？おーい、誰だ？あ、これ多分溶岩でダメージ誰か受けてる。かわいそうにな。このマグマというか溶岩を見るとさ、テック洞窟を思い出しますね。もう死んじゃうから、まあ行けるとこまで行こう。あ、黒曜石だ。いいねー。ほら、あそこにさ、なんかさ、あれ、いかにも人工的な建造物じゃない？あら？ティラノ？ティラノっぽくない？でも、なんだろう、なんかデザインが違う。あ、アンキロいるわ。光ってるね。これ、やっぱりまた X って書いてある。そうか、この世界、この X 種ってやつがいるんだ。ん？なんだこの音。なんか、ほら、ティラーノ、ティラーノに噛み殺されるか。君、レベルいくつ？いた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 。あ、死んだわ。レベル90だった。あなたのせいじゃないです。私がもっとしっかりして。いや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 、自分のせいです。これで、今4ついったよね、ほら。沼地の1、2、3、4だよね。じゃあ次、ベリーハードの月面行ってみるか。おかえりなさい。さあ、来ました。月面、月面ってどういうこと？そういえば。よく考えたら。あれ？何これ？なんかおかしい。重力、すごい。重力がちゃんと、ほら、ほわんほわんほわんってなってる。何何？なんか今、バシって食らってる。これなんかダメージ受けてないか？ほら。もしかして酸素がないのか？いや、でも酸素ゲージ出てないよね。すごー！重力が、ちゃんと月面、リアルに6分の1なのかな？これ、ひょっとして。なんか変な音がめっちゃしてるし。なんだろう。これ、さ、理屈的にはこう上の方にずっと行けちゃうってことなのかな？もしかしたら。ビューンって。ミッションエリアに入ったって、画面に書いてある。あ、間欠泉がある。あ、やばいやばい。放射能、放射能、放射能。これはあれですね。なんかアベレーションの感じにも似てるってことか。放射線に焼かれる。そうか、宇宙空間だからってことか。あ、もう死んじゃうじゃん、これ。体力ゴリゴリ減ってる。ってことは、これなんかすごい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 。なんだ？ハザードスーツがこれいるよね、ここに来るなら。って話だな。なんか今ね、ああ、やってるわ。なんか、すごい。操作がめっちゃむずい。テックのステゴに、あれ？テックラプトル？みんなテックなんだけど。たまたまかな？お、すげえ、勝った。120だ、レベル。いてててて。あはは、ま、おい、お前ここにもいたのか。エクスティンクションでは世話になったな。もしかしてこれ月面って、そ、ああ、死んだわ。これはちょっと想定外です。これなんかいちいちダメだし、ちょっと待って、月面もう一回見に行きたいな、月面、月面。月面ってさ、あれなのかな、なんかロボの世界みたいな感じなのか。さっきのはきつかったですね。はい、きつかったです。こうなんかいいね、会話する相手がいて、一人じゃないね。あ、すご、クレーターみたいになってるわ、ちゃんと。うわ、めちゃくちゃ楽しいじゃん、これ。これ月面だけはさ、今までのアークやってきた、自分がやってきたマップの中では、全くない要素だから、これ超楽しいんだけど。そうね。ん？湧いた。ほら！パラサウのテックだ。これ今ね、自分の中で仮説があって、
これね、もしかしたらね、この月面ってさ、みんなテックなんじゃない？生物。湧かないかな？ロボの世界みたいな。だってさ、これ、何？宇宙空間っていう風だから、多分普通の生物生きられないでしょ。じゃない？ほら、またいた。テックステゴ。まあ死んでも、死んだ荷物の中に何もない。あ、びっくりした。こういう風にスポーンするのか。うわー、かっこいいな。レベル60。レベルをついつい見てしまうっていうね。ん？あ、やばい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 。ちょっと待って待って。これ、まずくない？これ。あ、やばいやばいやばい。あ、え、これ、奈落ってこと？あ、親切設計だ。あ、うんこ出た。ちゃんとさ、戻してもらえた。なんか違うとこ行ってみたいな。なんかあの上の方とか、まだ行く術がないのかな。これもしさ、あらら、こりゃなんか貴重そうですね。あ、もう死んじゃうわ。過酷すぎだね、これ。やばい、すぐ死んじゃう。死んでる場合じゃないですよね。すいませんでした。ちょっとここはあまりにも楽しくてまた来ちゃった。ちょっとさ、まだ見たい見たい見たい。これ気持ちいい。ビョーン。あっちの方行くか。最高じゃん。ティックスーツがなくても。これね。ふわふわ。すごい綺麗。いや、最高だ、最高だ。たまんない、たまんない、たまんない。ほら。だーん。私は、宇宙だ。見えない壁にぶつかってしまう。あ、まずいよ。これまた、場外に。あ！ティックティラノいるじゃん、ほら。ティックティラノ、ティックティラノ、ティックティラノ。あー、これもうどうしようもないんだよ。あー、また戻ってきた。あれ？シーカ、おいおいおい、アベレーション。お前、アベレーションだ。世話になったな。あー、びっくりした。やっちまってくれ。シー、やっぱ。そうか、今までのいろんな、自分がやってきたマップの、いろんな要素がもりもりてんこもりって感じだ。こいつは楽しいぞ。さっきテックティラノいたよね。あ、もう死んじゃうな。早いな。クソ、全然楽しめないな。もっと観光したいのに。まあいいや、またスポーンするか。死んでる場合じゃないですよね。はーい。何度でも何度でもね。今はね、ほんと無責任に遊びますからね。何も持ってないし、何も仲間もいないし、このね、命の軽い時のアーク、これはこれで楽しいよね。はーい。自分の柱がいっぱい立ってますね。あー、上に上がりすぎると放射能で、って話か。あ、いたいたいた、テクテランドだ。あれ見に行こう。シュン。ほら、いますね。テックティラノ、レベルいくつか見たい。もう死ぬから、死ぬ前に攻めて、君に噛まれて。うわぁ、めっちゃかっこいい。いつか仲間にしよう。ほら、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 ほら。すごい。54か。これはちょっと想定外です。よし。じゃあ、一応さ、沼地がイージーって言ってるから、じゃあまあ沼地に戻ってみますか。でもやり直せます。そう。そうですね。ジェネシスシミュレーションならね。あ、これあれなんだな、シミュレーションってことか。なるほど。それ納得だわ。こういうさ、なんか種類の5種類のバイオームで、なんかシミュレーションが行われてるってことか。ちょっと他にもいろいろ見てみようよ。このさ、HLNA の設定、ミッションエリアを表示、コンパクトモード、会話の設定、話す頻度、あ、いろいろ選べるんだね。なるほど。それから、なんだこれ、ヘキサゴンの交換って。ヘキサゴンはありますか？ヘキサゴンでエングラムポイントを購入するのに使用できます。なるほど。これが今自分の残高ゼロってことよね。あ、素材をさ、あー、わかった。このマップの仕組みは、お金、まあ、ヘキサゴンっていうそのお金で、
物を買えるんだ。え、ちょっと待ってよ。おいおいおい、こんなのもあるじゃないか、エレメントとか。低音ポットも買えるんだ。まあ今お金ないですけどね。500で買えるんだ。はは、あ、スキンとかもある。めっちゃ楽しいじゃんか、これ。すごいね。服とかもあるんだ。で、チビペットもって高っ。序盤は、そうだね。低音ポットまず欲しいから、このヘキサゴン貯めないといけないな。ほら、黒真珠とか。あーはーはーはー。今回なんか、じゃあ金で解決するパターンか。わかんないけど。近いうちにまたどうぞ。はーい。お店ね。だから、ここの相方ですぐにですね、お金で何かできるってことですね。あとこれだな。最後の試練ってなんだ？最終テスト、ガンマ、ベータ、アルファ。あ、これがあれか。なんか今まで言うところの、なんだろうな。なんかボス戦みたいなイメージなのかな？わかんないけど。よーし。じゃあ、とりあえず地に足つけて生きていくか。そういえばインプラントも取れたんだよね。うん。マップを見ると、この辺りね。そうですね。他のバイオームに行くのにさ、別に移動はテレポートだから、例えば火山に近い方でとかそういうの関係ないもんね。だったら、あー。やってんね、やってんね。ワニワニ、ワニワニしてるね。沼地でスタートってちょっと苦しくないか？あーっちゃかるのですね。あれ、なんだあの向こうの変な光があるところ。あそこ行ってみるか。なんだろう、もしかしてあれって世界の行き止まりかな。ある程度最初さ、必要な、なんかね、ものを揃えて、ちょっとした拠点作ってさ、ほら、ね、作業台とかなんとかんとかってやらないと、あ、バリオニクスいるね。やらないと、何も始まらないから、それをやる場所せめて、あ、ここどう？資源がどこにあるとか、今の状態では全くわからないから、ねえ、なんか鉱脈がどこに近いとかっていうのは全くわかんないんで、とりあえず開けた安全そうな場所で、そして目印がこの赤いエリア。これなんだこれ？やばいんかなこれ。行ってみるか。あ。あ、これがミッションエリアってやつか？もしかして。ほら、ミッションエリアに入ったってな、いた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 。この中でミッションやるってことか。なんだろう、ミッションってねって話。入れてて、なんかいろいろ虫が飛んでくるね。確かに、でもここに建物があって、何か、え？ブラプトルがいるな。あはーん、オッケー。変えるか。さっきんとこにしよっかな。なんか開けてたし。鳥、あー、ははは、いい。こんにちは。あ、なんかここにちょうどいいや。なんか橋がある。こっち行ってみよう。今どうせラプトルで追いかけられてるし。来てるかな。あ、来てる。絶賛来てるね。絶賛来てるね。走れ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 。いい体してんね、相変わらず。来たよ。なんだこれ、バグを修正。ちょっと待って。おいおい、邪魔すんなお前。このバイオームのマスター AI は消えてしまったみたいです。青。跡形もなく。あれ、ちょっと死んじゃったからさ、話が途中になっちゃったな。最後の試練となるべき存在でした。ああ、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ。消えるはずなんてないのに。うん。このバイオームのマスター AI は消えてしまったみたいです。HLNA、スタンバイ。出発の準備ができたら、私が案内しますよ。HLANA、スタンバイ、了解。さっきのとこがどこかも全然わかんないんだけど、これ。こっちに行ったっけ？まあ最初はさ、この地理ね、地形を覚えるのだけで一苦労だからな。まだ全然わかんない。まあこのね、全然わかんない時も楽しいんだけどね。あ、やばすぎでしょ。あれと、あーもう地獄だ。すごいここ。虫がブンブンしてて、まあ鬱陶しいし、松明で多分やれそうだよね、虫って。
くそ、さっきいいなと思った場所にたどり着けないわ、これは。ね、ここもいいね。これ、わかりやすい場所がいいんだよな。マップ、さすがにマップ見よう。座標でやるか。その方がいいか、座標で。例えば、今、縦50の横60。ん？今、アルゲンの声した。あ、やべ。こんにちは。ワニ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 。あー、ブタッチもいる。え、ブタッチが沼地にいるってなんか新鮮。ほら、入れて強いな、お前。あー、おい、ワニ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 。ほらほらほら、まあ、拳で勝負だ。あー、もう死んだな、これ。めっちゃ噛まれてるし。レベル135か。なんだろうな、気のせいか、レベルが高いか、ひょっとして。さっきのとここれかな、この丸いやつかも。さっき50、60。いや、でもさっきの場所さ、いろいろいて、おいおいおい、ふざけんな、お前。別のやつが来た。色かっこいい。もうなんだこれ。スポーンした瞬間に噛まれてんだけど。離せ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 。はーい。はい。次行ってみよう。気をつけてください、サバイバーさん。生きてるっていいものですね。なんか煽ってくるね。さっきが50、60のとこだったけど、あそこが、また来たわ、おい。ちょっと待って。同じやつじゃない？これさっきのやつと。うわー、いい場所がないな。とりあえず落ち着いて、せめてピッケルの一つぐらい作りたいんだけど、ちょっと足止めるとね、すぐ虫がめっちゃ寄ってくるんだよな。おっしゃー、ピッケル文明が進んだ。いいよいいよ。で、この虫たちはね、もう走って逃げるしかない、今はね。で、そうですね、もうちょいだな、もうちょいだな、もうちょい石遊びよう、石と火打ち石。すごい、足を止めてさ、66ゆっくり作業の一つもできない。いてえなあ、おい、さっきからタイマー作るか。よし、体力まだ大丈夫。おら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 、お前たち反撃だ。燃えるがよい、燃えるがよい。よし、やっぱそうだよね。これやっぱね、虫は松明だよ。あ、ありがたい。肉やら、キッチンやら手に入ってるぜ。燃えてる燃えてる。よし。とりあえずこれで虫払いは、あ、ワニがいるわ。寝袋行きたいから、あ、もうそこら中にワニいるわ。やばい、ここ。まずいわ。いてて、裏から来た。あーおう、気持ちいい。くそー、何度でも行くよ。あっちだな、多分。あー、そこだ。さっきの荷物は回収したい、さすがに。いてー、もう、ワニワニパニック。お前たちな、後でボコボコにしてやるからな、待ってろよ。くそー。走れ。やべ、こんなにワニいっぱいいるか？命軽すぎないか、さすがに。めっちゃいるわ、めっちゃいるわ、めっちゃいるわ、めっちゃいるわ。やばいやばい、みんなこっち来てる。くそ、さっきのやつ回収したい。回収、うん、そうだな、回収したいよな。どっちかな、これか向こうなんだよな。これはこれは、あー、一応あるけど、まあいいや。あれだな、今の正面の柱、あれが多分道具が入ってるやつ。これ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 じゃないか。頼むぞ。来たー、よっしゃー。で、いてててて、逃げろ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 。ここはね、ダメです。ここには、今の時点ではまだ無理です。ワニが多すぎる。もういいや、もうちょっと座標無視して、一旦、とにかく、当面安全そうな、あ、ここどう？このでかい兄弟たちに守ってもらう。うん。お、全然安全じゃないんですけど。全然、ほら、お前離せー。くそー、ダメージがさ12とかってさ。そうだよね、最初こうだよね。
ほら倒したぜ。よしよしよし、皮がめっちゃ手に入った。あい、おかわり来ちゃった。失敗も経験のうち。水分には困らない沼地が、しかし、あー今度はバリューの兄弟が、痛い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 、あう気持ちいい。経験してるだけですよね。めっちゃ煽るな。さあこれはどうかな。あやばい、ワニいるけど、ワニいるけど、あこれだ、よっしゃ来た。あーでも死んだなこれ。またレベル95って絶対勝てないでしょこれ。絶対勝てないこれ。一応でもダメ元で、いや絶対勝てないね。いや、なんそうだな。休憩してるだけですよね。よしよし、あはははバレた。無理。デカ兄弟やっちまってくれこいつを。そう、もうさダメだ、もうあのアイテムは諦めよう。うん、もう無理だ。あれを取りに行くとさ、またあそこで死んじゃう。だからここでね、また細々と暮らしていきたいと思います。で無事大量、とにかく急いでやらないといけないなこれ。分かった。あれキノコ手に入ってる。へえ、このはキノコなんだ、木じゃないんだな。これは木か。あこれは木だ。よし、ここなんか今んとこいいかも。今んとこ今んとこ。でもね、これ5秒後にすぐ状況変わるからな。よし、早く作れるもん作っちゃおう。よし、なんとか、なんとかここ、良さそう。誰もいない。誰もいないわ。ここにするか。でもな、平和なところってことは、イコール、何か仲間を手にしようと思った時に、ちょっと手間がかかるって話。でもさ、まず生き残ること大事だもんね。ここにするか。何も来ないわ。あいいね、分かりやすいねここでね。横6、縦60の横側50ちょいぐらいか。うん、ここにしよう。よし、とりあえずじゃあね、ここでね、簡単な家かなんか作っちゃうか。でもな、家なんか作ったってな、すぐなんかぶっ壊されそうだし、なおかつ死んでさ、ここに帰ってこれないよねきっと。ベッドまで行けるかな。まあいいや、とりあえず行こう、とりあえず行こう。よーし、土台できた。おうね、藁なんて作らないっすよ。もういきなり木でいきますよ。木でいっちゃおっと。あ、こんにちは。それは聞いてないですね、君。それ、君聞いてないね。っていうかでも、ハマってない君。これ、もしかして勝てるかも。レベルが低ければ。なんかハマってる、ハマってる、ハマってる、ハマってる。ほら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 、さっきまでの仕返しだ。そして君を倒すことができれば皮も手に入るしね。これハメ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 効いてる。レベル145か。あやばいわ、それは無理だわ。レベル 145？ これなんならちょっと槍をさ複数作って槍耐久する。あ抜けちゃったか。やべえわこれ。もう一回こっち来てくんないかな。あれ逃げてった。え、勝ったな。また来た。びっくりした。やっべ、びっくりした。いていて、くそ。さっきの距離感で。これ、天井この高さだとバレちゃうんだな。やばいやばい。壁が破壊されるか。レベル145には勝てないよな。これさ、死んで、ここに帰ってくるの絶対無理だから、とりあえずさ、皮欲しいね。寝袋かベッド作りたいんだよな。でも、さっきのやつはレベル145だから絶対勝てないから、なんか弱いやついないかな。建築をね、進めたいんだけど、絶対死ぬことのが確率的に高いからさ。だから、できたらベッドがいい。あ、これミッションエリアなんだ、ここ。ほっほーん。また来た。また来た。やべ。これか、145、体力いくつぐらいあるかな。いいね、このハメ、このハメ、このハメでなんとか行ってくれ。ほら、ほら、ほら、24でしょ。やべ、まだ大丈夫、甲斐がある。これでさ、なんとか行かないかな。
こいつ倒したらでかいな。いや、仲間にしたいぐらいだけどね、145だったら。でも、まずはベッドを作ることが先だ。君には死んでもらおう。はい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 。24でしょ ?10 回で240。いや、これ絶対無理だわ。槍爆裂に作っとこう。やばいな。腹が減って死んじゃうな。石拾ってくるか。石拾って。よっしゃー、初めての肉が焼けたぞ。うめえ。このマップでの初めての肉が焼けましたね。よし。じゃあ、とりあえず荷物を置いて、まあ、いろいろね、レイアウトとか、ま、めちゃくちゃですよ。もう適当に後で全部ね。もうここはね、とりあえずの仮の住まいですからね。よっしゃー。はい、というわけでございましたね。始まりました。アークジェネシスパート1ですね。いろいろね、あっちこっち行ってみたりなんやかんして、沼地結構ハードすぎるなーっていう感想ですね。うん。またね、こっからね、成り上がりですよ。はい。ね、今までね、やられてきた奴らをね、みんなね、しばき倒すという、待ってろよ、奴らめ、みたいなね、はい、感じでやっていきたいと思います。当面はね、ここをねじろにして、装備を整えて、あっちこっちまた出かけていくということで行きましょうかね。はい。で、そうだな、拠点もね、またね、やりたいですけどね、拠点の場所は、こんなところでメイン拠点なんか絶対立てたくないな、これ。きつすぎる。あ、ワニいるわ。うん。ということで、またね、次回続きやっていきたいと思います。それではね、また次の動画でお会いしましょう。